勝俣にとっては大きな収入ですが、その供託を出したのは高宮選手じゃないですもんね。はい、あ、いいですね。高宮ハイパイいいです、はい、ちょっと当薬局から苦しいので一回上がりたいですね。トン一局は高宮から小林へ7700の報酬がありました。はい、しかも高宮さんもね、打つべきリーチを打っての報酬だったので、はい、感触は悪いですよね。いい運送が入りました、はい、高宮。現在トン3局を迎えています。ドラは9万、こちら小林ドラドラ缶3万入った。いいシャンテンだ。カンチーピンを生かすのか、それともパーワンといつを生かすのか、はい、難しいですね。パーワンはドラ表示入り1枚切れてるので、はい、枚数、まずは枚数でパーワン、パーワンになったのかなと。なるほど、思います。小林の目から見えてない枚数で選びましたね。はい、イースーピン、カンチーピンのイーシャンテン、まあ、あとはリーチを打った時に、まあ、ドラってそんなにやっぱり出てきやすい牌ではないっていうのが1点と、はい、勝俣さんの第1路が9ピンっていうのもいろんな要素が噛み合ってパーワンになりましたかね。チーピン悪くなしとか、ドラシャンポンが出にくいとか、はい、そういうところですね。ドラシャンポンもドラ表示牌もやっぱりあんまり上がりやすい街ではないですからね。そうですね、はい、チュンが重なりました。勝俣トンバの難者ですので、シャワーお高ぜー、これは嬉しいテンパになりましたね。なぜカンちゃんカンちゃんで入るんですかね。嬉しいですね、はい、3万入ってチーピン入って、はい、嬉しいですね。ギア上げてきましたね。ギア上がってますか。イースーピン待ちのリーチは山に4枚。高宮さん降りれないですね、うん、この曲は。はい、じゃあどうしましょう。まっすぐですか。まっすぐだとどうしようかって感じですね。まっすぐだとイーソーかパーソーなんですけど、はい、あの一通の形を残すパーソーにするか、はい、単ヤオで向かっていくイーソーにするかを今選択してます。うんうん、スーワンになりました。スーワン、おー、これでも、これはリャンシャンテンになりましたね。うん、おそらくリャンウーワンの方がちょっと危ないと見て、うんうん、一気通貫の形は絶対に生かすって意味で、うんうん、一応一発目の報酬を避けるっていうことだと思うんですけど。なるほど。いや、降りたのかな。今イーソーが通ったので、じゃあ降りますかと。そうですね、ちょっと降り気味になったかもしれないです。うん、スーマン打った時点では、まあ、ピンズで、瞬図作って、はい、ソーズで一気通貫3組作るんだったらマンズはジャントーしかいらないっていう状態だったんですかね。そうですね、これでちょっと厳しいけど何もないから9ピンですか。端っこ切って攻めて単野王にならない牌を切りますか、はい、それともリャンワン、リャンマン。さあ、こちら勝俣イーシャンテンです。チュンを外していってカンチャンカンチャンのイーシャンテンにします。はい、早い順目で追いつけば追っかけリーチ、待ちが悪くても追っかけリーチは打っていけるかなと思います。ええ、小林の待ちイースーピンは1が2枚、4が2枚山に残っています。シャンポン受けもできました勝俣。現在リードしている小林がリーチを打ってきているところです。はい、もうなんか高宮選手あれですね、とりあえずマンズ全部通しちゃいみたいな、うん、そうですね、マンズが一番通りそうっていうのがあったのかもしれないですね。うん、ただ、まあ、またちょっと何もなくなった時に、はい、おそらく9ピンぐらいから行くと思うんですけど、これでロスを通ったんで、はい、あんまり押すっていう選択にならないかもしれないですね。うん、親番ですが小林の先制リーチを受けて、はい、でもトンは切るかな。トン切るとまだ一応上がりの可能性少し残せますけど、トンはリーチに通っています。はい、ただ守備をもう考えて完全撤退だとロスとかもありますね。なるほど、まだトンは全員に安全ですからね。はい、まだ、攻撃する余力は残したっていう感じですね。イースーピンがまだ上がれません。小林山からは減ってないぞ。いやー、太郎も一応イーシャンテンなんですよね。はい、筋の3ワンを切るとイーシャンテンなんですが、取る価値があるかどうかを考えてます。
自身の手はドラなし、赤なし。はい。役も見当たらない。はい、あまり勝ちなしってことですね。様は結構通りそうだけど、まあ、次の数層が浮いてますからね。はい、そこまで勝負する価値はなしと見ました。はい。さあ、というわけで小林のリーチに対してまだ押し返してきそうなのは勝又ですかね、はい、現状。そうですね、勝又さんはいいシャンテンキープしてます。はい。高宮はどうだ。あ、進みましたよ。これで9ピンぐらいはってなるかもしれないです、うんうん、高宮もいいシャンテンになりました。小林のリーチに対して勝又と高宮がいいシャンテン、うん、あれ、いい数ピン全然なんか出てこないですね。出てこないですね、はい、まだまだ山の奥深くに眠っているようです、はい、いつ姿を見せるのか。ああ、テンパった。これはちょっと、まあ、とりあえず9ピンはプッシュでリーチするのかしないのかですね。タイヤをのみ、親番高宮、はい、ただ、言いそうがないんですけど、言いそう自分で切ってるし、言いそう4枚切れなんで想像変化がちょっと薄いんですけど、はい、E ピンを勝又が掴みました。1枚減りました。高宮に2ピンパーソーのシャンポン待ちのテンパイが入りました。 E ピンが山からなくなりました。すごい勢いでなくなりました、ね、そうですね、ここにいましたか。じゃあ高宮さんチャンスかなかもしれません。2ピンとパーソーはどうなんだ。あ、これは行くんじゃないですか。わー、サブロー競争に変わってリーチ、本当ですね。一巡変化を待った甲斐がありました、うん、3面ちゃんのリーチ、はい、しかも、はい、小林さんの現物で誰も切ってないじゃないですか、サブロスを。確かにこれは山にあるって読んでますよ、高宮さん。手の内にたった4枚しかない、場に2枚しか切れてない、はい、ということは山 6? 山 6? すごい、これで5。あ、流れますね。いやでも積もるんじゃないですかこれ。手応え十分、一発積もった。お裏が乗った。6セオールだ。あ、ごめんなさい、6セオールです。6セオールですね。リーチ一発積も、タンヤオピン風ライチ、あの手が6セオール。小林の4巡目リーチを受けながら押し切りました高宮。すごすぎますよ。いや一回迂回したんだけど、そこから回って回って転発って、そこからさらに組み直して、一本道ではなかったですね。いや全然上がれないですよ多分普通は。あの結構両走両ピンでリーチ打っちゃう人も多いと思いますし、うん、あ、パーソー両ピンですかね。あ、パーソー両ピン打っちゃう人も多いと思いますし、はい、その前に真ん中から切っていった、ね、あの受け方ですよね、はい、いや高宮さんでしかなかなか上がれない、すごい6戦だったじゃないですか。非常に手応えのある上がりになりました。ファイトクラブ高宮。